everyone, welcome back to Genshin Impact. So here we are for the last part of this early summer adventure, and today we finally look at the finale of this really cozy and wholesome story. So let's see what this mystery of this weird bubble from the last time reserves to us. We have to rest until early morning of the next day, as usual, while I do this, remember that I won't talk during cutscene, and we will try to get everything that we need in order for this final part of the story. Paimon already eager to jump into the story, but we aren't there yet with the UI. So I'm not really sure what she said over here, which is kind of a shame. Probably just to go somewhere. Ok, so last time we had the gems into the sea to attract a fish. Let's see if this gem bait worked and if our friends are here to get them. And let me get those crabs since I kinda need them for the food. So here is the giant conch from the last time, and there are our friends, Barbara, Tree and Jin, the protagonist of this story. I don't see anyone else, so wonder where they are. よ、そう通りだ。水晶に引き寄せられている。お魚だ。捕まえよう。ああ、待った待った。クレイは爆弾で魚を丸焼きにしちゃうかもしれない。ここはオイラたちで魚を捕まえよう。こういうことはオイラたち慣れっこだからな。 Indeed we are, because I can safely say that we gotta get the golden bus, but first let's get all three of them. No, don't run away. There we go. Yes, we do. So the puzzle was about putting those gems into the sea and then get the fish scales from each gem and put them into the extractor that you saw earlier. Kinda a roundabout way to do it. Honestly, I expected the gems to be the thing that you need to put into the tower, but instead it is the scales. So we will see if this finally activates this structure over here and we can get inside of the bubble. Let's see. よく分からない。クレイの代わりに置いてくれる？クレイ信じてるから。じゃあ、ウロコはオイラたちが置くから、最後のスイッチはクレイが押してくれ。うん、分かった。やっとドドダイマ王に会える。正体を見せてもらうよ。クレイ、すごく楽しんでるな。エイヨキシのお兄ちゃん、頑張ってね。 Well, such a minor thing to do. Let's see. Place the scale. One over here. Place the scale. One over here. And last one over here. And now the final thing. そうだ。
みんなクレアのことを守る。ああ。これだけの精鋭が揃ってるしな。どんな敵が出てきたとしても、俺たちがいれば怖くないさ。ふん。ちょうどこの島の敵がどれほど強いのか、戦ってみたかったところだ。行こう。俺も、そばにいる。みんなそんなこと言って。ドド大魔王は、 ただ話をしたいだけかもしれないよ。それにもしかしたら、今はもうクレイのこと認めてるかも。そうなの？僕もそう思う。クレイはここまで頑張った。大したものだよ。本当？うん。わかった。じゃあ、クレイ、押すね。スイッチ。 これは、一体何が？島全体がエネルギーの層に包まれた。まるで巨大な箱の中に閉じ込められたみたい。あそこに何かあるようだ。見に行かなくていいのかい？うん、見に行こう。やっと来たね。悪しき炎の娘。待ちくたびれたよ、本当にもう。 よくもこのドド一族の統治者たるドド大魔王様に歯向かったね。その勇気褒めてあげる。けど残念、これでおしまい。だってドド大魔王はこの私クレイちゃんのママアリスだから。え？ アリスって、あの、テリワット観光ガイドを描いた人か？クレイ、そしてこの島まで付き添ってくれた人たち、どうも。どう？この島の海は楽しめた？照りつける夏の太陽と砂浜。<笑>なかなかのバカンスだったでしょ？ああ、探しても無駄だよ。 私はここにいないから。今話してるのは私が発明したアリスレコーダー。ママの愛を記録して伝えるための機械だよ。ほう、なるほどな。うん？まさか驚かせちゃってるかな？ごめんね。うちのクレイはおもちゃが大好きだからさ。<笑> ママとしてそう言った気持ちには応えてあげなくちゃと思って。おもちゃってレベルのものじゃないだろ。みんなと会えないのは残念だけど、遠くからみんなのこと見守ってるからね。これまで通り。まさかアリスさんがこの件に絡んでいたとは。これは私も予想外だ。え？え？ みんな不思議に思ってるよね。どうしてこんな遠く離れた場所にわざわざ仕掛けを作ったのか。それはね、私がその島を気に入ったから。その島の遺跡や景色がすごく素敵だったから、この喜びをみんなと分かち合いたかったの。だから、いろいろと仕掛けを作ったんだ。 クレイのママもかなり自由人だな。あれ？今誰か私の悪口を言ったでしょう。どういう、言ってないぞ。こっちの声が聞こえてるのか。いや、このくらいアリスさんならたやすいことだろう。どういう意味だ？クレイの母親は
神秘的な力を持つ万能なる魔女。驚くことはない。彼女はこういう人なんだ。さてさて、今は手紙のことや船のことを考えてるのかな？あと不評とエネルギーの層のことも。まあ正直言うと、私もやりすぎたかなって思ってるんだ。でもみんなを集めるにはこうするしかなかったからさ。それにその島にはいろいろな物語が隠されてる。かつて暮らしていた人たちの痕跡、ナンパした船、謎の機械とかね。利用しないともったいないでしょ。さてさて、手紙を受け取った人は全員いるよね。ガイアさん、リルクさん、レザーさん、ジンさん、バーバラさん。最後は頼もしくて頭のいいアルベドちゃん。そして謎の旅人とその仲間パイモン。あなたたちは私がクレイのために招待した大切な客人。クレイに素晴らしいひと夏をもたらしてくれてありがとう。島のすべては私からのプレゼントだよ。あなたたちがこの録音を聞いてる頃、私はどこか他のところを旅してるだろうね。旅から旅の生活は慌ただしいけど楽しいよ。これはそこにいる旅人もよく知ってるよね。アリスさん、忙しくてクレイと一緒にいられないからきっとこんなことを。違うよ、ママはずっとこうなの。もし今この一件のことを深く考えていたら一言言わせて。私がモンドを気に入ったのは、自由が私たち親子の望みだから。私はただクレイが好奇心と善意ある人に成長してほしいだけ。クレイの望むままに何でもできてどこにでも行ける、そんな子に育ってほしいの。なるほど、確かにアリスさんらしい考えだ。申し訳ない、誤解していたようだ。なんかいいママだな。うん、クレイのママは世界一のママだよ。ママ、クレイはね、お魚を取って、船に乗って、泳いで、いっぱいいっぱい遊んだんだ。みんなクレイにとっても優しくて、いつも助けてくれるの。今度はママも一緒に来て遊ぼうね。親子揃って自由なエルフだぜ。夏、そういえば私がその島に行った時もちょうど夏だったな。砂浜に腰を下ろして波の音に耳を傾けていたら、クレイとの思い出がよみがえってきてね。クレイ、あなたは夏に生まれた子、海と風の祝福。ママの子供として生まれてきてくれてありがとう。ママね、ずっとクレイにプレゼントを贈りたかったんだ。だからこの島を利用したの。古びた遺跡を夏の楽園にして、ドド大魔王の名を借りて招待状を送った。異世界の伝説に金リンゴって呼ばれる奇跡の島があるんだ。その島はいろいろな名前で呼ばれていて、人々の美しい夢が詰まってる場所なの。ママはこの伝説が好きでね、このお話と同じような素敵な思い出をクレイに作ってあげたかったんだ。だからこれはクレイへのプレゼント。青い海、真珠のように輝く砂浜、不思議な楽園、それとクレイを愛する人たち。それで3つの水晶だったんだね。花弁のような薄紅、波のような水色、秋の葉のようなウコン。アリスさんにとってこの群島が4つ目の水晶なんだろう。
海の真ん中に位置する緑に覆われたエメラルド、夏の水晶というわけだ。クレイもママも普通の人より長生きする種族。私たちにとって時間は風のようにあっという間に吹き抜けてしまう。この長い命の中で親という存在は子供の人生のほんの一部でしかない。たとえ離れたくなくとも、いずれ自分の道を歩み始めることになる。クレイ、ママはずっとクレイを愛してるよ。でもママ以外にもたくさんの人がクレイのそばにいる。お友達や先生、不信がりながらもクレイのために島に残ってくれた人たち。この夏はみんなのもの。たとえ生活がどんなに変わろうとも、何が起きようとも、夏は消えない。人の愛のようにね。これからの人生、何があっても忘れないでほしい。この世にクレイを愛する人がたくさんいるってこと。あ、そうそう、アルベドお兄ちゃんの言うことをちゃんと聞くのよ。ママ、定期的に様子を見に行くから。実はたまにこっそりとモンドに帰ってるんだよ。まだ誰にもバレてないみたいだけど。アリスさん、相変わらずのようだ。もしかしてアルベド、最初から気づいてたのか。ん？そろそろ時間だね。お話はここまでにしよっか。あ、そうそう、私が苦労して作ったこの楽園、思う存分楽しんでいってね。それじゃ、みんな、クレイ、バイバーイ。ママ、バイバーイ。大魔王はママだったんだ。クレイ、なんだか嬉しいな。モンドの正門を解かんしたママも、反省室に閉じ込められたママも、変な手紙書いてくれるママも、クレイ大好き。そんなことないよ。ママはすっごいすっごい大魔女だから、いつでもクレイと一緒なの。だから寂しくない。クレイ、世界で一番ママが好き。英雄騎士のお兄ちゃんはクレイのこと好き？クレイも大好き。ここでクレイと一緒に遊んでくれる？じゃないとここを頑張って作ったママが悲しむから。まだボンボン爆弾がいっぱい残ってるの。それにドドコもいるよ。一緒に泳いでお魚をドカーンしよう。クレイと一緒だといつも楽しいな。ねえ、早く。クレイが待ってるみたいだ。オイラたちも行こうぜ。And there we go. This is the very wholesome end to this very cool questline. Indeed, it kind of introduced us to the mother of Klee, which is a very prominent character in the background from the looks of it. And also, we have a new type of sort of event or sort of minigame, if you want to call it that. Let's see how it works. Construct the bombs. Okay, so here we can construct the bombs to use in this new minigame. I will do the minigame and then we'll call it quits for this event, since of course I don't really want to steal any more of your time. You also can see the characters that are having a good time around the island. I like that touch a lot, because it makes a ton of sense to me at least to have the characters just not disappear after the quest. Okay, hot pot, float explode and straight shooter. So let's do one of each, I guess, since no, we have only one choice. So this is easy to control and throw accurately. Single opponent, however. This is AoE and this is overtime, I guess. So let's try the Flood Explode. Seems like the one that I want to do. There we go. Now what do I have to do, I wonder?
I guess I just equip it and then go and use it towards enemy camps. So let's go and do just that. And I guess over here in the camp you can get other materials to redo the bombs all over again. Like from here maybe. Can you talk with the thing? No. How do you get the materials? I wonder. Maybe around the island. Ok, so now let's see what we have to do precisely, since I don't really want to miss what we're going to do right now. Clear out 3 monster camps with the Arbastos bombs. Go to challenge. Challenge is here. Let's navigate and we teleport over here. So, after this Midsummer story, what awaits us for Genshin? Well, as usual, the main feature of the patch was this event, so beyond that we won't really have too much else until the second half, which is the Kazuha release and storyline, but that should be one video to wrap it up entirely, so nothing too crazy. After that, however, with the next patch, we have plenty of stuff to do, including a new gacha, including the new characters, etc. and probably the new island. Plenty of stuff to go around with. Ok, so now I want to equip it as a gadget, if I have to guess. Let's see. Yes. And now we see what those can do. So we have them on Z. How do you use them with E? Z. Oh! That's actually cool. I guess different enemies provide a different situation to use them, but they seem like an interesting weapons for sure. Boom. Wow. That works very, very well. Okay, let's try it again. And it doesn't damage you either. Okay, that's actually pretty cool. That guy was over there for no reason. So this is the second currency. I won't do another one since it would be a waste of your time, but just to get an idea. So what does this event reward you with? You have the first currency, which is the one that you will do at the start. I really suggest that you get the housing material since they are pretty good. I still have to do it, but I will do it after this video. And then we have from this challenge, challenge that we just did, we have the exclusive Klee weapon, which is a catalyst, so for all catalyst heroes. Then some stuff for housing, which I will get for sure. The gramophone, I believe it is named, if in English. I think that it is, correct me if I'm wrong, also is pretty cool. And then you have weapon materials, which are pretty sweet. Overall, pretty easy to clear. Remember also to do the Barbara costume event before it runs out. You still have plenty of time, don't worry. Like, this one lasts only 9 more days, but the Barbara thing, you have 32 days, which is long enough to get everything that you need. Other than that, there's not really much else that I want to say about this. We covered everything that we needed to cover about the event. Did I like it? Yes, I like events that involve characters that aren't the main character and that aren't NPCs. Because right now we got a very good look at Klee, somewhat of a look at Jean and Barbara relationship, and a nice cameo from the rest of the Mostad crew, at least part of it. So I really look forward to see what they do in the future with events like this. I loved the islands are pretty cool, and hopefully we get more of those type of events rather than just minigames and that's it. Like, extra zones are very, very cool in my opinion, and they provide more than just a minigame could do. Even though I don't really agree with the fact that they are temporary, probably that's the only thing that I don't enjoy about it. But for today, my friends, this is it. Hopefully you have enjoyed this questline, hopefully you like the story as well, let me know in the comments. And hopefully you will tune in next time for the Kazuha story or whatever else will come first. This has been Hunter Lodge together with Klee, the crew from Mostad, Hu Dao and Kewing, and hopefully you have enjoyed your stay. I will see you next time and I guess you will have a pretty good day and also a pretty good start of summer. Thank you very much for watching and I will see you next time. Bye my friends!